願いします、はい、続いて近距離の対応ということで、はい、さっきちょっとね紹介したんですけど、はい、こうバッてもう近くで出てきてしまった場合に、はい、で戦う方法ですね、はい、出てしまった場合まずここでね、はい、防御して防御して打てるところですね、はい、打てるところですと打ちますね、はい、骨盤、はい、バイタルゾーンですね、来てますね、はい、ドーンと打って、で相手がひるんだら距離を上げて、はい、また倒れるまで打つと、この構えの、ね、いいところは相手に取られにくいと、手伸ばしてきてもここでさばけるんです、これちょっと伸ばしちゃうとやっぱりこう取られちゃう、自分の腕に向いちゃったりとかね、出す部分自分の腕に向いちゃったりとか、はい、それもここで、はい、くっついて、はい、でくっつくといいことは相手も攻撃しにくいんですよね、うん、こうあの殴りとかやりにくいし、はい、まあ、銃取り出すのもね、はい、こうやってくっついてるとやりにくいですね、はい、また圧力かけて、おー、その状態で自分が有利になって、はい、CQC ですね、近距離戦闘、あのこれガスガンなんで空気はねこうババッと押さえるんですけど、でも完全に弾の方に押し付けてたんでバイタルゾーンですね、バイタルゾーンですね、はい、でもこの銃に関してはもう隠しても無駄ですね、そうですね、骨的してもね貫通してきますから無駄でした、はい、すいません、いえいえ、今は基本的な正面から来た場合ですよね、あとはその歩いて、はい、でもう角からね相手が出てきてしまった場合とか、だからまずここも同じです、はい、コンタクトして入ってってこうですね、やっぱ結構肘がね結構えぐいですね、結構ね、はい、結構痛いんですよ、槍でついてくるみたいな感じになりますね、でこれが離れてると、はい、こう相手がこう圧力がかかるんで、はい、くっつけて、うわ、体にグッとくっつけてちょっと圧力がかかります、なるほど、ちょっと左から送ります、あ、はい、まず最初はできたときに、あ、じゃあ、すみません、ドン、その圧力をかけたまま、はい、それがちょっとトン、グッてやると相手も自分のペースになっちゃうので、はい、圧力をかかり続ける、すごい、ね、その抜けないというか相手にターンを渡さないっていう感じが、そうですね、はい、圧力をかけて、で、今度ちょっと難しいのは右なんですよね、はい、右からしたとき、うん、右に銃あるんで、はい。はい、右に来た時はもうちょっと難しいんですけど、まずコンタクトして、はい、で、さっきの写真持ってくる、あー、なるほど、こう受けたら、はい、このさっきの形持ってって、はい、そこですね、あー、うん、これちょっと、こっちの角度からだとすごい、あの、こっちの攻撃の後ろから取るってことだったからですけど、転がってくる感じですね、右にこう来てるのが、こっちにこう転身したりですね、で、ここで入る、まあ、はい、ちょっと側面というか背面を、はい、取って有利な状態で、あ、なるほど、これ銃のね、あの、うん、武器術の延長だと僕は思ってるんで、はい、剣術とかね、うん、それと同じ類だと思ってるんで、やっぱり対立ができる人はうまい、うまい、ちょっとじゃあ右からもやらせていきましょうか、はい、まずは右を受けて、受けて、でこっちに入る、はい、面に回れて、そうですね、はい、今なんかこうやってみててすごい気づいたんですけど、この最後、はい、こうやって沈めて、はい、相手の様子を伺うときに、このなんか植物的な意味としての相手の様子をちゃんとしっかり確認するっていうのと同時に、やっぱりコンタクトしてしまうとって、うわって自分の気も上がってて、それを沈めてくる感じが、こう刀をスーッとこう収めて、納刀していくときの精神状態の収め方と似てるなというか、同じような効果を狙ってるんじゃないかなという気がしました。これは僕、でも今、目から鱗で、確かに、そうですね、こうやっぱり僕はゴツゴツの装備つけてやってたんですけど、ダーンダーンってふーってやって、ちょっとやっぱり、ちょっとだけリラックスする、確かに今思い出しました。なんか僕多分今初めてだから横から来られると若干のパニックシチュエーションなんですね、うんうんうん、で 手順もあまり覚えてないからこう気が上がってるんですよ、はい、でその中でやっぱりこうちょっと確認してならないと、なんか大事なこと忘れて、うん、なんかセーフティーをかけ忘れるとか、はい、なんか自分の引き金打っちゃうとか、なんかそういうのを防いでる感じもして、うんうん、
なんかすごく勉強になりました。やっぱりね、もう観点が違う観点が違う。ああ、だから非常にね、僕も、はい、なんかありがたいというか、ね、僕もやっぱりインストラクターとしてやってるんで、うん、ここ一面もありますよっていう引き出しもね、やっぱりね、修練されてる方が増やしてくれますね。ああ、ありがとうございます。非常にありがたい。じゃあ次は、はい、まああの、まあ、打ってね、なんか複数人敵がいたりすると弾切れを起こすので、はい、あの弾切れが起きてしまった場合の方法ですね。はい、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 次はね、マガジンチェンジですね。マガジンチェンジ、はい、弾がなくなってしまった場合、ストップがですね、はい、これが弾切れの状態ですね。以前紹介しました、スライドがストップした状態ですね。オープンの状態、こうなった時の対処法ですね、まあ、弾切れの状態、弾切れ、はい、はい、まあ、戦って、まあ、複数人いたりだとすると弾撃ちますね、ドーンと当てきます、はい、で、バーン、なくなっちゃいました、やばい、なくなったらもう同時です、これも同時落としながらも、はい、新しい曲がりに手をかけます、はい、で、ちょっと斜めにします、こう、すると、まあ、銃が視界に入って、この状態だとね、あのやりにくいんですよ、こうやりにくいんで、自分が入れやすいように斜めにします、で、入れて入れたらもう思いっきり入れて動き下げます、ちょっとね、この状態になったらもうそのまま、おお、ちょっと早くやりますね、はい、片稽古です、これも、はい、続けてちょっとゆっくりやってみましょう。はい、お願いします、はい、戦ってる状態だと、はい、打つと、はい、ああいうなった、斜めになってきます、グッと、で、落とします、バランして、ね、これを、はい、で、一回落とす、そうですね、で、バッと、はい、こういう形で、今、はい、出してて、はい、出したときに逆になっちゃったじゃないですか、はいはい、こう入れ方もやっぱりもうすぐに入れられる状態にしようですね、あ、うん、パッと取ったときに、はい、もうすぐに入れられる形これもやっぱり、はい、あの武器術とか、はい、のコンシールドの基本というか、すぐに取れる形、そうですね、こうで、すぐに入れられる、で、この人差し指をここに当てるイメージなんですね、はい、人差し指を当てるイメージですよ、はい、こうだとこういうふうに持ってると結構グラグラして、はい、こうやりにくいんですね、やりにくいんで人差し指をガイドにして、はい、人差し指を持っていくとやりやすいです、はい、で、これです、はい、で、これがあの基本の形で、はい、やっぱり弾がなくなったっていう、もう最悪の時代じゃないですか、はい、敵を、敵がいるんで、なんで、これもあの今の基本形で、バシーン、弾なくなっちゃったら、動きながら、動きながらやったりとか、なるほど、なるべく自分が避難しないようにして、はい、あとは、まあ、まあ、くぐる間とかね、はい、そういうのがあれば、影に隠れて、なるべく、はい、なるべく当たらないんですよ。僕の忍びの時代にこんな武器があったら歴史は変わっていたでしょうね。そうですね。短筒。短筒、はい。かわいい。これ、こうやってましたよ。はいはいはい。こういうボディーガードいそうっすよね。マジでいそう。
いそうだけど。いそうだな。あの忍者は何でもやって爽快を出せればいいんですね。ああ、なるほど。はい、でそれ一発のことで、ね、いや戦場ではそんなあまりない。私が振り抜ける訓練は自制と厳しかった。だから騙せるでも忍びの。ああ、それも一つの術なわけですね。ね、これね、相手うわって思えばそれでもいいですね。適当なところもいいですね、はい、ちょっと紹介程度なんですけど、はい、倒して、はい、まだ残ってると、うんうん、残ってるんだけど、まだ来るかもしれない、はい、ちょっと球をマックスにしてるじゃないですか、はい、マックスの球を出して、はい、この状態からマックスの球に変えてるっていうのがあ、紹介、これタクティカルリローグ、タクティカルリローグ、はい、マックスの球に入れて万全の状態にしてまた離れていくと、ゲームでしか見たことない、これがタクティカルリローグなんですね、まあ、マックスの球を入れると、まあ、いろいろ方法があるんですけど、はい、マックスの球出します、はい、出したら、L 字にする人もいます、こうやってあ、こうやってね、時計を回すみたいにする人もいれば、はい、あともうそのままこう持って、はい、指をね、ほんとつまむような形にして、はい、こっち側に落として、はい、で、ずらして、こうやって入れる、こういう人もいます。あ、でもこれなんか僕、得意かもしれない。おー、いいですね。結構やりやすいこういうことですよね。あ、そうです。うまっうまいね、ルールうまいって このなんか掴み方とか、はい、ああ手の内っぽい、手の内、はい、手裏剣術手の中に投げ出せるみたいな、あ、そういう逆なんですね、はい、でもなんかそうですね、こういう感じですよね、そうです、落としてこの下3までキャッチしておいて、はい、こっちは入れて、そうですね、でこっちはそのまま、はい、なんですか、いや、先生がいたね。本当ね、やっぱりいろんなことやってる人うまいっすよ。タクティカルリロードですね。そうですね、これがタクティカルリロード。本当に今余談ですけどね。はい、こういったのもあります。タクティカルリロードです。これがかっこいい。確実にやる。確実に。はい。確実に。タクティカルリロードをして、皆さんも、まあ、次の宣伝備え。次の宣伝備えましょう。はい。無駄にタクティカルリロードしてうまいな無駄タクティカルリロード無駄タクティカルリロードしてほうがいいですよ、はい、これはあれメタルギアでタクティカルリロードあの R ボタンカシャカシャでやってたやつが実際はこういうことだったということです、ね、なるほど、十分仕組みまで大変勉強になります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで本日は高木先生から近代戦闘ですね。これは CQC、はい、クローズクォーターコンバットそうですの方を学びましたね。接近戦での拳銃での戦い方ということで、でも本当にその拳銃に頼るというよりかは拳銃を軸にしてさまざまな動きとか崩しとか、あるいはその対応というのがなんかこう枝葉のように広がっていくっていう感じがして、はい、すごく勉強になったし、これはもう物質的にも本当になんかいいのある、しかも先鋭された、ね、現代の戦い方ですので、非常に共通する部分と進化した部分と新しい部分と感じさせていただいたと思います、はい、私の動きとかで何かこうした方がいいよとかでアドバイスなどいただけましたら嬉しいんですが、いやもう何だろう、行ったらすぐできちゃうんで、いやいやいやそんなまずはそんなですよね、はい、自由になれるっていうことが大事なんで、はい、まあ、手裏剣とかもその方のことですけど、はい、慣れれば慣れるほど良、はい、くなる部分とおろそかになってくる部分がやっぱり出てくると思うんですよね、はい、安全に運用しなきゃいけない部分とか、はい、そういうところも触りまくることによってそういうところも見えてくるんで、はい、こう今やったけど、あ、今手かかったかもなとか、うん、そういった部分が出てくるんで、はい、いっぱい触ることが大事。なるほどね、まあ、もう言ったことは基本的にすぐできちゃうんでね、さっきも言ったんですけど、いっぱい触ってください、はい、というわけで本日は CQC を直していただきました。高木先生、誠にありがとうございました。ありがとうございました。